そして我々は実際にやってるわけです。地方のレベルでできるからやってるレベルの話なので、国でできないはずはないと僕は思います。まあ、実際財源も詳細これから事務方に指示をしましたから、国に要望するにあたって事務方に指示をしましたから、詳細の財源も今後正確には計算されると思いますけど、僕が試算した、僕のレベルで試算した限りでは、これは正しいかどうかちょっとまだ正確ではありませんけど、大阪府でやってる人口や人口と大阪府の施策でやってるものの割り戻しでやると、おおむね4000億円ぐらいで国公立大学の完全日本国民全員を対象にした無償化っていうのができるんじゃないかというふうに僕は今算定をしています。まあ、ここはちょっとずれるかもしれませんが、となれば114兆円の予算を組んでるこの日本国家でお金の使い方っていうのを見直せば、絶対にこの4000億円ぐらいは僕は出てくると思います。現に大阪府や兵庫県でやってるわけですから、